しゃい。よーし。かなりきつかったけど、多分いけるな。まあ次、ペパーもいるしな。うん、主見つけたみたいだな。そうなの、強いわ、こいつ。あいつがドシンの主。あれってポケモンなのか、なんか食って一段と元気になってそうだな。もうそのくだりいいよ。踏ん張りどころだぜ。踏ん張るか。でもさ、ペパーさ、うん、この間さ、全然やる気なかったじゃん。そうやね。それが不安よ。最初だけなんかもしれん。ペパーがやる気出せば。スコビランやって、44やで、味方。やばいね、それは。でも多分ね、勝てるよ。これアクアカッターでね。この辺で捕まえたスコビラン、ピリッとホットに活躍してくれ。スコビランが分かんない。この辺で捕まえたんや。なあ、それちょっと思ったよな。スコビランって分からへん。あ、初ポケモン。なんかちょっと、うん、ちょっとだけ映ってんだけど。おー、なんかあるやん。あ、松の方なんかすごい引きで映んね。なんで、うん、この後あやちゃんのも映るでしょ。ほんま、どちら強いな。あ、炎の木は効果抜群やって。ほなぁ、何効果抜群や。格闘も、格闘と炎、格闘も水も効果抜群。こっち葉っぱかった、効果抜群。ちょっと分からへん、松は松の方で処理してるから。そうか、そうか、そうだ、そうだ。でまあビジュアルで言ったら鋼あってもいいと思うけどね。あ、それで言うとまあ、地面と鋼、地面鋼ね。松の方はなんかノーマルなんかな。それか氷、氷なんか白いやん、体が全体的に。でもさっき確か飛行で抜群入ったから、あ、これ勝てそうやもん。私も勝てそう。いや、今回はちゃんと相方いい仕事してんな。もしかしてさ、レベル差によってさ使い分けてなわけないよ。あ、でもその可能性も。急にそこだけめちゃめちゃ賢い。 あ、こっちネムしかし多分いけるわ。こっちやけどしてるし、いけるか。まあ次のターン、あの隣のやつがスコビランが攻撃して勝ちやな。やばい、スコビランもうあれやわ、何もせえへんわ、死んだら。あ、そうなの、うん、私勝ったわ。こいつ、うちの新エース。まずレイドもレイドじゃなかった、テラステルしなかった、うん、勝てそうやった。あ、そうか、タイプが一致しない、タイプ一致してんから、そういうことか、せえへんかった。はい、思ってたよりスコビラン、楽勝やったな。スコビランサンキュー。スコビラン、そう、スコビランサンキューやった。なんか謎のな、35.15、やばいな。35.15、それは強いわ。松の方がちょっと早い。たっ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 た。お疲れちゃーん。お疲れちゃーん。主っていうかマジで何だったの。でもどっかで見たことあるよな。ドンファン。はい、あの本で見たよな。本で見たよな。こいつもう本の内容覚えてない全然。ヒデンスパイスはこの中にあるから、ちゃっちゃら調査しようぜと、いつものやつです。どのくらい回復するだろう。立って歩くくらいする。でもそしたらもう完全回復しちゃうか、それって。立つぐらいじゃん。どこだどこだ。え、モンスターボール。え、松ハイパーボール。え、え、え、松の方がいいやん、勝ち。え、なに、今何、ただのアイテム。さっき使ってたポケモンのボールになっちゃう。なんで急に。いや、バグよ。急に急に。ムービーの中にスパスパイス。スパスパイス。スパスパ。スパスパ。この形、色つやすげえまずくて体に良さそう、やば。本によると、需要競争、栄養がいっぱい詰まってる。疲れた心と体によーく効いて、みるみるうちに回復と。早速調理開始だ。もう大した前置きもね、なくね。そりゃおやおやおおカンカンカンとと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 とできた。お待ちおさん、食べて健康、ヘルシーサンドお上がりよ。友情の主バッチ。うわー、まずそう。サンキュー主バッチ。最初だけやな、辛い感じのビジュアルしてた。写真撮ろうと思ったらマイナスをした、失敗。ギャスギャス。おや、まだお前か。すごい酸っぱいぞ。食うか。あげます、どうぞどうぞ。ほら食えよ。何できるんやろな。マフティも、マフティも、なんかずっとボールある。気になるわこのボールめっちゃ。松の穴、なぜかハイパーボール。食うか。ほらよ、どっから出してんの。ポッケから。
お尻のポッケからな、あぐ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 、そしてポッケにしまうと、おお最高な食いっぷりだな、もうバウバウ言うから、ガツ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 、アニャースアニャースかっこいい、おお飛べるやん、なるほどね、もともとの身体能力が少しずつ戻ってきている、でもバトルホルムに戻れる気配は全然しねえな、あそうなんや、アギャースアギャース、こっちの方が表情豊かやね、なんか精神的な理由で本来の姿に戻れないのかな、精神的な理由、心の傷トラウマだっけか、どっかの本で読んだんだトラウマはトラウマのことだっけかくらいなの、戦いで怖い体験をしたから戦うのが怖くなったのかも、なるほど、まあそいつもマフィティフもいつか完全回復するんだろう、さあマフィティフはどうや、ワフン、うんち、あごめんごめん、毎回ちゃんと元気になるのは限らないよな、すごいがっかり、あそうなんや、えなんかさボールの位置変わってんだけど、それは前々からある、このマフティフマフィティフのボール、あーそっか、ここからはすぐ出るってわけでもないし、バオー絶対立つ、立つよこれは、大丈夫だ安心しろ、俺タヤちゃんが絶対元気にしてやるからな、残り一つが最高のスパイスに決まってる、強い意志を感じるわ、きっとうんきっとそうだ、やば、希望的観測、うん、それがなんか希望だってことを分かってる感じだったよ、ね、スパイス探しの旅も次でラストだ、気合入れて探すわ、えいえいあーえいえいあー、なんかもう希望はほとんどないんだって顔してたもんな、さっきもともとダメ元でやってたっぽいから、ね、なあでも聞いたからすごいな、嬉しかったもんな、ロト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 フトゥー、ハローアイちゃん、フトゥーオーリブフトゥー、ミライドンがまだ一つ本来の力を取り戻した、ライド状態でジャンプ中 B ボタンカック、すごいな、でもカックするような場所さなくない、ナミかナミの進化系か忘れたけど、なんか YouTube のサムネでこいつ強すぎってサムネ見たわ、あそう、うん、いるかいるか、あそう、ほな使うわ、でも分からんよサムネ最後もねえから、そうよね、うん、まずはね、いいよ、まずは松井どいから、いいんかそれ、一発でやっちゃうよ、大丈夫だと信じてたけど、これどっちがいいんや、いやこれでいいよ、効果抜群なんや、死ぬか、誰れナイスマジか、でかい、これ負けたわ、いやそんなくたないやろ、そっちレベルめちゃめちゃ高いからな、まあ、それか松か二かのどっちかかな、まあ松かにねっていう感じね、カーチョンツで、ただ勝ちに行くよ松、カーチョンツの背中なんかプラスチックでできてるみたいな背中やな、リアル、確かに非常にプラスチック感あるな、プラスチック感すごい、身震いした危険よ、いつも身震いしてるよな、ヒラ耐える、あ耐える、いいね、怖い、いけヒラ、見せてくれヒラの強さ、いいぞチャンボ、弱い、効果抜群なんや、これ死んだの、まあそうしゃあない、よしヒラ進化すんの、ヒラ進化するでしょう、でもこのレベルで進化しないってことは何かしないと進化しないんじゃない、特殊なんかな、まあ次まで我慢するか、 35? 中野ちゃんもな、早よ進化してほしいけど、知らんか、3作前やね、開演自身、あ、そうね、うん、まあこれが結構強いのかな、いいの、あー、効かへん、あでもそれ打ってくるんやったら甘えるじゃなくてよかったな、あー、そうだね、あ、そっちの方が早いね、早いね、私もそれ思った、あと1回耐える、これでどんぐらい、あー、悪くない、耐えなさそう、こっちの方が先にやられそうや、これマーキー死んといてほしい、いいぞ、いいね、まあこれはでかいよ、あ、マジこれくそ、ナイスなので先制技をしっかり持っていくと、いい勝負してんな、いい勝負してるわ、悩むね、悩んだ結果1号エース投入、エース投入、ちょっと早かったかもしれないけど、これね、こっちの方が早かったら痛手やで、あやちゃん、いやそれはない、絶対にない、こっちの方が早い、ほんまに、うん、それは間違いないけど、先制攻撃は受けに行かしょ、確かにそれを考えるとちょっともったいなかったで、まずはこっちが早いにかけてる
いやもう見たもん、ちゃんと素早さ確認して。あ、そう、うん、さっきのガーチョンプより早かったと。ガーチョンプより2倍早い。なるほどね。あれ、炎よく効くんやったっけか。炎効くよ。抜群抜群、バッチリバッチリ抜群。ああ、そうなんや。まあ引っ込めるよな。まあね、一部もったいないから、それは。まあ順当に待つです。このな、御三家今互いに弱いからな。一番、ね、うん、全然強くはないんだよね。次絶対寝ちゃうんだっけ。これ引っ込めたらなくなるの。うん、引っ込めたらなくなる。あ、そうなんや。なるほどね。え、狙いや、びっくりした。あ、次のターンってこと。うん、次のターン、このあ、このターンが終わったら寝る。あ、そういうことか、まあ、理解してなかったな。危なかった。あ、急所急所でこれ。まあ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 、なるほど、このターンここで寝るんや。そう、危なかった、マツに騙されるところやったね。あ、そうな、うん、帰るところやったね。あー、なるほどね。それでさあね、まだ寝といてもろって、何出す。まあまあつかみ、ちょっと悩め。これはもうマツ見えてきてるよ、勝利への道が。いいね、いいダメージ、いいダメージ。こいつでクリア後に残したかった、残しときたかった技マシーンを使った。マジが。なんかすごい技覚えてんの。こいつはすごい技覚えてる。マジ怖っ。え、やばい、いや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 、怖い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 。落としとくわ、とりあえず。いやいや、怖い。どういう効果かは分からへんけれども、とりあえず落としとくわ。なるほどね。何何、ボルトチェンジ。うわ、耐えた、よし。え、消えた。消えた、消えたよ。手持ちに変える技、いやこれどっちかな。強すぎるやろその技。そやろ、めちゃめちゃ強いやろ。そして中野ちゃんや。肩破りだ、中野ちゃんは肩破りよ。何か肩破りって何やったか。敵の特性無視して攻撃できる。ああ、マジで。あ、これ悪くないね、これ悪くないっすね。これは、いや、どっちが上だって話やな。うわ、中野ちゃんかよ。よいしょ。いや、今の技めちゃめちゃ強かったな。今の技マジで強すぎて使えたなかったもん。やれなかったらだって普通にやれてたもんな。多分。よくわかんないんだけどさ、うん、よくわかんないことがいくつかあって、うん、今出したじゃん、松を。もう一回言って。今松を出したじゃんさ。うん、なんか1ターンなんか動かないとこの眠りって治らないの。そうやね、このターンまだ眠るんちゃうかな。いや、このターンワンチャン目覚めるかもしれん。いや、ひょっとしたら次から目覚めるかもしれん。疑問なのがポケモンを交換したとして、うん、交換したターンは眠りを解除するターンに含まれるのかって疑問。それは含まれへんはず。そうなの、こっちが不利な、不利で1ターン使ってんのに眠りのターンは消化しないんや。確か、いや、その辺なちょっと微妙なんよな。これ当ててほしいな、普通に。あ、こっちの方が早いな。いや、寝てるから。寝てるはあんま関係ない。あ、そうなの。次多分起きるかな。次から多分起きるターンになるんちゃうかな。あ、起きる可能性のあるターンだ。うん、硬い。あ、ナイスナイス、オッキッキー、マークオッキッキー。あ、強い。行くわ。落ちるかな。落ちろ、よし。危ねえ、ここ落とせなかったら危なかったわ。で、感電やろ、どうせ感電や。そう、感電、感電が唯一の唯一の勝ち筋やから、うちの感電無傷やもんな。そう、こいつはマジで大事にしたい。いや、これ勝てるぞ。いやー、悩む、悩みまーす、悩みまーす。もあと木箱と、いやー普通に考えたら耐えられないんだよな。これは いけるぞマジで、いける。まずは先制技、ちょっとでもダメージを与えて、どうせ次のターン死ぬから。オッケーオッケーオッケー。いやいやいや、こっからよ、こっから。ほんまにこの後待つにはもうバケモンが後ろ一匹おんねんで。え、何火炎獅子。あーはー、大丈夫、イチゴで全員倒せるから。じゃあここで使うよ。わっ、テラセルを、テラスタルを、テラスタル
間違えちゃう、毎回テラス。あやちゃん、テラステルって言うらしい。うん、テラステルって言うらしい。クリスタルやから、あやちゃん、クリスタル。確かに。これで覚えて。いや。テラスタル。テラスタル。うん、これ半分持っていけたらもう、勝ちよ。いいね。ダブルウィング効果抜群か。2回チョンチョンしといて。ほら、負けたな。間違いない。いやー。強っ。強っ。信じられへん。あ、でもこれ攻撃下がったんか。信じられへん。いや。確かに、エグ強いな。エグ強かったね。強かったね。やっぱ1号強いな。強いわ。1号、んーなー、1号がな、もうちょっと関連より早ければな。オッケーオッケーオッケー。マジ、ボルトチェンジ最高じゃない。だって攻撃した上にポケモン変えられるんだもんね。そう、絶望のレベル36よ、ここに。そういえばそうやったわ。あ、でもあやちゃんもレベル35か。うん、緊張感、緊張感いらない特性やわ。まあね、やれるかもしんないから、この一撃で。ひょっとすると吹き飛ばせー。やば、強っ。吹き飛ばせー。耐えろ耐えろ。バケモンやわ。バケモン、いやー、ちょっと最初のあいつがな、一撃で死んじまったのかな。それがなかったら、あそこでボルトチェンジ打つか迷って、あそこで切り札を出すかどうか。あ、いやいや、違う違う、一番最初のひどい手が生きてたらまだいろいろあったよ。そうやし、どっちの方が威力高いかわからんか。エレキボールか。あー、エレキボール素早さ高いほど威力出るから。あ、そうなの。そう、まあ1号ガーチョンツは待つかに。いやー、ガーチョンツ邪魔やな。いずれ強くなるかもしれない。いや、でもあれだよ、1号手に入れるには相当相当なポケモンいるで。そうやね、確かにいいひんな。うん、火炎人ママツカニもいいひんな。あー、ほんまやね、ちょうどちょうど無理やな。ふー、危ねー、レベル高くてよかった。あ、さっきもね、自分も交換できひんかったもんね、欲しいポケモンと、ね。あ、でもいたわ、一人1匹。そう、あれはやめて、それはいらないわ。1匹いたわ。とりあえずまずこれで、まあそれだったら何でも交換できるもんね。うん、いやでもちゃんとギガインパクト覚えてて強いから。まあママツカニかな。ママツカニはやめて。ママツカニだけはやめて。ママツカニだけはやめて。ママツカニだけはやめて。ママツカニ。一号出すから。ママツカニだけはやめて。どうしようかな。ママツカニが好きやから。ずっと一緒にいたから。じゃあこれでちょっとお情けということで一号にするわ。キバマツでいい。キバマツでいい。キバマツはいいわ。1号強いからな。1号マジ強い。でも これ比べたらまあ同じか1号ちょっと強いぐらいやもんな。1号なんか強い。1号101もあんもんな、 HP 結構高い方や。これからひたすら反復横跳びするかもしれん。この2人が。このいや、そのザングースちゃうわ。確かにこいつちょうどレベル高いし、まあ交換してもいいかなって思えるな。このデカマーツがひたすら餌になるかもしれない。あやからな、出されて戻されてっていう。よし、ここで大事なのは松の1号のレベルを上げるっていうことよ。確かにね、うん、確かにそれ大事やな。交換されたくないポケモンレベル上げなあかんわ。